写真拡大。野球日本代表侍ジャパンの稲葉篤史監督46が2つの目で悲願の金メダル獲得へ向かう。東京五輪開幕まで残り500日となる12日を控え、11日談話を発表。もう500日とまだ500日という両方の思いと心境を表した指揮官は、自らのテーマを見ると掲げた。その眼力で頂点への最適解を見つけていく。自国の選手は当然のこと、対戦すると思われる他国の選手も含めて、とにかく見る。最高のチームを作るために選手を選別する目と、勝利のために敵国を分析する目。刻一刻と大舞台が迫る中、観察力に磨きをかける。一方で、金メダルへの鍵を集合する回数も限られている中で、どれだけ結束力を高められるかと、チームのテーマを結束力とした。若手中心で臨んだメキシコとの強化試合を終え、選択肢が増えたと手応えを口にした指揮官。目標を達成すべく、残り500日を全力疾走すると決意を新たにした。